今日は金子千尋が札幌ドームでオープン戦、ファイターズのユニフォームを着用して初登板という、コメディエンドゲームというゲームになりました。その金子です。まずは立ち上がり1番の上里を、三振に切ります。そして2番の柴田はファーストゴロ、ここは清宮もナイスプレーでした。ベースカバーに入った金子に渡ってこのコンビで、2アウト目を取ります。そして3番外はショートへのゴロ、中島がピッチにさばいて金子をサポート。金子見事なワンツースリースタート、三者凡退で立ち上がります。ファイターズは1回の裏の攻撃、先発今永を攻めて2アウトランナー1塁2塁とチャンスを作って清宮のこの当たり、結局セカンドここは柴田のナイスプレーでタイムリーヒットを取られてしまいました。得点にはなりませんでした。2回の表ベイスターズはワンアウトから宮崎、金子との対戦でしたが、これはライトへの大きなフライ、これはフェンス直撃かという打球でしたが、万波がねフェンス際のナイスプレーを見せて金子を盛り立てます。3回の表は、金子予定していた2イニングを超えてもう1イニング行って、元、バファローズのチームメイトバッテリーを送っていた伊藤との対戦が実現します。その対戦でしたが結局金子に軍配、ベイスターズは今永が4回まで投げて5回は1イニング山崎が登場します。その山崎は、見事なワンツースリー、最後は西川をセカンドゴロに打ち取って上々の、仕上がりを見せています。で6回の裏、ツーアウト三塁と、チャンスで清宮に打席回すんですが、清宮シフトで抜けるかなという打球でしたが、ここはサード伊藤の、ナイスプレーがありました。結局得点にはなりませんでした。7回の表、マウンド上には玉井、その玉井を受けたのはルーキーキャッチャーのタミヤでした。そのルーキーキャッチャータミヤ、4番のロペスを三振に切る、リードを見せます。結局、玉井のワンツースリー、玉井の演技をしたという盗塁もアウトになると嬉しいので、この後8回の表福田とのバッテリーに生まれます。6番倉本が打席の際でしたが、ダイソーに入っている素晴らしい投球でしたよね。ランナーを簡単に出してしまうというナイスプレーがありました。さあそして最終回は、新戦力の秋吉が登場。その秋吉は、結局先頭バッターにヒットを許すんですが、その後代打佐野をダブルプレーに打ち取りまして、結果打者3人で攻撃を終わらせたという秋吉もきっちりとです。